はい、それでですね、今回の動画ではワードの表で行であったりとか列を挿入削除する方法というのを、ね、やってみたいというふうに思います。ではね、早速やってみたいと思うんですけども、じゃあ今回はこの表の、まあ、1行目、まあ、日にちとか時間ってありますけども、この1行目の下に1行を追加してみたいと思いますので、まずはですね、この1行目、この日にちのところをマウスをクリック、まあ、もしくはこの下でもいいです。この平成25年6月18日って今のね、この2行目のところをクリックしててもらってもいいですし、まあ、1行目をクリックしててもらってもいいんですけども、まあ、今回は1行目をね、まあ、こういった形で選択をしておいて、こちらで選択をすると、この上にですね、表ツールというのが出てきますんで、こちらのレイアウトタブをクリックします。はい、そうするとですね、この中にこの行と列というグループがありますんで、まあ、ここを見てもらうと上に行を挿入であったりとか下に行を挿入と、でもしくはこの左に列を挿入、右に列を挿入というのがありますんで、まあ、ここで行や列を挿入することができます。で、まあ、今回はこの1行目を選択してやって、この下に行を挿入したいので、この下に行を挿入というボタンをクリックします。はい、そうすると、ね、こういった形で、まあ、1行目の下に行が1行新しく追加されましたということですね。はい、で、まあ、次に削除なんですけども、削除は、まあ、今回は、ね、この今、挿入したこの行を削除してみたいと思いますので、この削除をしたい、まあ、行を、ね、挿入、選択をしておいてもらって、ここに、削除というボタンがありますので、こちらをクリックします。はい、そうするとこの中に行の削除というボタンがありますので、こちらをクリックですね。はい、そうするとこういった形で、まあ、今挿入した行を削除することができましたということですね。はい、でこの行とか、まあ、列の挿入なんですけれども、今回この動画はワードの2013で撮ってるんですけれども、ワードの2013をお使いの方は、例えば行を挿入したいときは、このマウスをですね、この表の左側の方に持ってってもらうと、こういうプラスというこのなんか印が出ますので、まあ、例えばこの1行目と2行目の間に行を挿入したいといったときは、マウスをこの1行目と2行目の間に持ってってもらって、このプラス、こちらですね、こちらをクリックすることによって、まあ、挿入することもできますので、まあ、ワードを、ね、まあ、2013、お使いの方というのは、まあ、このやり方でやってもらってもいいかなというふうに思います。それでは、ね、今回の動画は以上になります。ありがとうございました。